そう、めっちゃいい匂いで、好きですね。でもメンバーだったら佐藤さんの香りも好きです。あ、何使ってるか分かんないけど。分かんないのよ、あの子。マリア、佐藤まさきさんかもしれない。なんかいい香りがする。あ、そういう感じで言うとね、なるほど。爽やかな香りする、ね。そう。確かに匂いの面ではそうかも。でも好きな匂いは、最近だと、佐藤まさきさんのつけてる香水。佐藤さんの香水、香水っていうか、まあ、香水じゃなくても、佐藤さんの香りが好きです、自分は。その、ね、割と、爽やかな感じ。さっぱり、爽やか。なんかその、なんて言うんだろう、香水感のない香水をつけてたりとか、甘いとかの匂いじゃなくて、ふわってきて、なんかちょっと、水色、緑みたいな、そういう匂いです。イメージで言うとね。だからなんかちょっと割とそういう爽やか系の匂いがあるから、いい匂いだなーって思います。佐藤さんって、私の中ですごいいい香りがするイメージなんですけど、そうなんです。で、前の、冬の葉の子をさせていただいた時に、前が佐藤さんの違う後ろの時だったんですね。で、一緒に出る時があったんですけど、その時、ふわって、やばい、女子力高いって思って、で、どうしたら、そう、いい香りが。すごい自慢みたいな話していいですか？はい、ベリーズゴーの、夏焼きみやびさんと、菅谷梨紗子さんに、はい、まあ、ちゃんいい香りしてるねって言われたことはある。